道浦俊彦は、読売テレビの報道局専門部長、現代用語の基礎知識執筆委員、日本新聞協会用語懇談会委員。三重県上野市の出身で、後に大阪府で育つが、府内の複数の自治体を転居したほか、名古屋市、岩倉市などで暮らした経験もある。早稲田大学政治経済学部への進学後は、早稲田大学グリークラブに所属。 大学卒業後の1984年にアナウンサーとして読売テレビに入社した。入社後はニュース、情報番組を中心に担当。2008年からはアナウンス部に席を置く一方で報道局の副部長を兼務していたが2014年7月の人事堂で現職となりアナウンス部兼務から解かれた形となった。言葉に関する事情に詳しく読売テレビでは 放送用語マニュアルなどの作成に携わるほか、公式サイト内で平成言葉事情というエッセイを8000回以上連載。全国ネット番組の情報ライブミヤネ屋ではアナウンサーとして放送に出ない場合でも放送用原稿、字幕の校閲スタッフとしてスタッフロールに名を連ねている。また、日本語の表現に関する著書を出したり、 同局以外のメディアにコメントを寄せたりすることもある。2006年からは、読売テレビでの職務の傍ら、高南大学の非常勤講師として、マスコミ言語研究、愛という講座を担当。2013年4月9日からは、ニコニコ生放送から月に1回のペースで、道浦俊彦の言葉のことばかりという動画コンテンツを、インターネット向けに配信している。無類のサッカー好きで、 ワールドカップは必ず現地で見ると決めている。2006年大会の期間中には、開催国のドイツに滞在した模様を映した動画を、読売テレビの公式サイトから無料で配信していた。また、1995年1月17日の阪神、淡路大震災発生時には、地震発生直後から、ジパング朝6、ズームイン、朝、などの日本テレビ発の全国ネット番組に、 読売テレビ報道フロアから何度も中継出演し、第一報を伝えた。ありがとうございます。